ヤン・ストバーツは、ベルギーの画家、版画家である。ベルギーの自然主義、オードフサーネス・インプレッショニズムの先駆者などとされる。アントウェルペンで大工の息子に生まれた。6歳で孤児になり、貧しい家族に育てられ、学校で学ぶことはなかった。8歳で差し戻しの弟子になり、その後、タバコ入れを作る職人の弟子になった。 装飾画家の助手をした後、絵を描いて、露房で売る生活をした。1856年に、動物画を得意とする画家で、アントウェルペンの美術アカデミーで教えていたエマニュエル、ノテルマンの指導を受けるようになった。1857年に、ブリュッセルの展覧会に出展し、批評家から高い評価を得て、作品は、イギリスの画商に買い上げられた。その後、 ベルギーの多くの展覧会に参加するようになった。1859年に、アントウェルペンの美術アカデミーの夜間コースに参加し、アンリ・デブラーケレールと出会い、生涯を通じた親友となるが、デブラーケレールと保守的なアカデミーの教育に反抗し、アカデミーを退学になった。デブラーケレールは、画家、フェルギナンド・デブラーケレールの息子で、叔父のヘンドリク・レイスは、当時のベルギーの指導的な画家で、 大学後の二人はレースの指導を受けることができた。1868年に結婚し、アントウェルペンで活動した。この時期はオランダの田園地帯で県ペンに射精に出る以外は国外に出ることはなかった。1886年にブリュッセルに移った。アントウェルペンでは地元の批評家や展覧会の主催者の批判をしばしば受け、1885年の アカデミーの展覧会で作品が落選することになったが、ブリュッセルでは重要な画家として認められ、アントウェルペンで落選した作品も、ブリュッセルのベルギー王立美術館に買い上げられた。管理サロンの運営に反対する美術家グループによって設立された20人展の1884年の展覧会にも招待され出展した。ヘンリファン・カツムのようなベルギーの有力なコレクターたちも、 ストバーツの作品を購入するようになった。ブリュッセルに近いスカールベイクで暮らし、そこで亡くなった。1900年にフランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓し、1911年にベルギー政府からレオポルド勲章を受訓した。ありがとうございます。